いや、今日はね、やっぱう俺、やっぱり俺の中でちょっと寂しいのがさ、ん。うん。いつも俺、だいたいさ、まあ、家でちょっとこう、お酒飲んで、楽しいなってきて、で、まあ、9時とか10時ぐらいとかに山上さんに電話するうん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 。やん。今こう、なんか寝落ちしてた山上さんが、って言いながらだいたい出るやん。やっぱあの山上だいさんがたい俺好きなの。体痛くなって起きてるから。始まり方が好きなんだな、俺は。なんちゅうやろなな。んでやん。低予算日本映画の主人公の最初みたいな。れがやん。まカずメラをさ、止める中、たけ。まずこう、に、主人公が、例えばこう、一人暮らしの部屋で寝そべってて、まずそいつの生活水準から見せて、あ、ちょっとこう流しで洗い物溜まってるのとか映して、あ、こういう生活してるんやなっていう説明のシーンから入るタイプの映画あるやん。セリフじゃなくて、絵で分かりやすく絵で、見せまる。ず 環境を、映すやつな。あるけどな。カーテンの隙間から日の光が入ってて、その日の光で埃が舞ってるのがなんとなく見えて、あ、こいつの、あ、どう、どうやらこいつはあばら家に住んでんねんなっていうのが分かっで、て、で、なんだいかたタいバね、コのさあ、タバコ。タバコ吸い殻いっぱい入ってて、なんか、下世話な週刊誌なんかザーッと置いてて、みたいな。だいたいね、部屋散らかってねんな。だいたいね、散らかってるみたいな。で、ブだいたい、ルーカラーなんやろな、みたいなのがわかるっていう。そう。で、だいたいそそのういう感じ映の画っ顔してて、た。だいたいそういう映画って、全編どこどこの地方で撮りましたみたいな。全編ロケみたいな。なんていうのか、割とこう、山林地方のつうか、な、ロードサイドっぽい郊外の で通ります。わ、けどな。最近見てへんけど、このベテラン俳優さんまだやってんねや、あの人が出るやつな。だいたいなんかそういう映画の冒頭みたいな電話の出方をするやん、山上さんは。そう、寝起きやからね。寝起きやからよ。それはね、だからほん山ま上に。さんはさ、もうちゃんとこう、よし、あ、何時や、よし、寝ようっていうことはあるん、日常の中で。どういう、こう、一日の終わりはどういう感じで終わっていくの？お仕事をし仕て。事あるないに関わらず、この椅子に座って、で、なんか、スマホでなんか YouTube なり、なんかアニメ見るなり、まあ本読むなり、まあして、で、なんか、スナック菓子とかなんか開けて、なんかポリポリ食べて、で、ちょっとしたらなんか、まあご飯も食べるんやけどね、その前に。まあ食べて、それするから、お腹いっぱいになって、ね、ポテチとか開けたまんまで、そうすって、寝落ちして、ここで。で、朝5時半ぐらいに、あっつって起きるっていう。これを、そんなアメリカ映画のなんか、急にその後ヒーローになるやつみたいな生活してるの？ この冴えない人物が、実は後に、世界を救うことになるとは、この時まだ誰も知る由のないっていう、あれを、それをね、ほぼほぼ、365日分の、364日は捨てますね。じゃあ、ワンデイはそういう、そうじゃない日もある。ワンデイは、例えば、明日休みやし、なんか帰りにサウナでも寄ろうかみたいな感じでサウナに行って、職場からサウナに行って、で、そこのカプセルホテルで泊まった日とか。それは、あえて、泊まるということを楽しんでるってこと、それは。あ、そうそう、次の日休みやから、だって。おー。え、で、カッ次のプ？日の朝、休みの日の朝に、その、ホットサウナのなんか、朝食ビュッフェみたいなのを食べて、もう一回朝風呂入って帰るみたいな感え、そんな あれ え、やっぱだからあれやね、全編地方ロケ、低予算日本映画主人公みたいなやっぱ生活やね、基本。まあ、そう言ったら逆になんかすごくこう、なんていうの？
情緒的な風 には聞こえるけど、そうなのね。だから、よく、中野さんがさ、よく電話かけてくるとき、だいたい寝てると、俺ら。って言うやん。逆に言ったら、俺の中でその中で寝てるとか、寝るとか、起きるっていう、一日のその動作が逆に僕からしたらないのよ、要は。どういうこと、どういうこと。要は、食事します。お菓子とか、だから食べます。で、なんかこう、のんびりしてます。知らん間に寝てます、なのよ。だから、俺の中ではその食事の途中に寝てるみたいなもんだよ。リラックスタイムの、リラックスタイムを送ってるはずが寝てたなわけよ。で、いつの間にか寝てたから、なんていうの？それはまあ、自然に起きるみたいなもんで、さあ寝ようとか、ああ、もうすぐ、なんかこれ夢見てた、もうすぐこれ夢やな、ああ、これ起きなあかんやつやわ、っていうこれがないわけよ。要え、しんどないの？それ。素朴な疑問やけど。しんどくないの？しんどいに決まってるじゃない。いや、だか何をら言っさ、てるんだよ、君は。俺、だから言ってるやん、いつも。俺多分もう、山上さんと電話するたびに言ってるけどさ、一回ちゃんと寝る習慣作ってみろって、絶対体変わるから。だからあ、じゃね、そ、怖くなってくんのよ。どう、お前、え、な、侍なん？ どっか誰か、いや、誰が誰常かにがこう近くに刀持って討ちないと入りし怖てくくるなっかもてしれんねくる。いや、そのね、や。やっぱこれはもう逆説的なんだけど、急でこう寝落ちして痛い言うて起きんのってむちゃくちゃ体には悪いし、なんていうの、ダメージ大きいんやけど、寝過ごしたってことはないのよ。だから逆に、今この状態で、ベッド、その睡眠環境を整えて、こういう寝方をするようになったら、体のダメージはないんだけど、ちゃんと起きれるかなの不安なのよ。え、でも、それで言ったらさ、それで言ったら、次の日、休みの日とかもあるやんか。その日は別に、だってそうやってじゃあ寝る必要がないやん。普通に、別にベッドで寝て、朝めっちゃ昼ぐらいまで寝とっても問題ないやん。次の日休みやった時は、その仕事から帰って、で、さっき言ったような、こう、過ごして、明日休みやし、夜更かしできるぞっていう、ことで、その方で、これ、アニメいっぱい見るぞとかっていう気持ちで、こう、ワクワクしながらお菓子とか開けて食べるんだけど、そのタイミング、同じように疲れてるから、仕事とかだから。だから寝落ちして、パッて、結局ここで寝落ちちゃう。要は。で、夜更かしするぞという意志を持ったまんま寝落ちしてるだけ。要は。なるほどな。そこは、確かに山田さんの言ったら、ちょっとこう、変わってる部分やな。そうだ人から、ね。人から、俺から見たらね。そう、いや、もそれ、よく言われる。う、まあ、変わってる部分や、言うたら。そんな、やっぱ俺も、やっぱ俺って変わってるなって、ちょっと実感した話があってさ。ちょっと聞いてくれる？行くよ。いや、ちょっとこの前さ、ものすごい雨降っとったやん。で、ものすごい雨降っとって、俺仕事行くときバイクやねんけど、バイクね。バイクね。知ってる？バイクって。知ってるよ。バイクは知ってるわ。お前、私は乳幼児か、私は。いや、そのバイクがさ、俺のそのバイクのその、言うたら、椅子っていうかシートがさ、ちょっとこうタックロールって言って、なんちゅうの、こう波打ってるようなさ、はあ、ああ、感もじこっの、としてる。ボコッとしてるの。で、要するにその雨が降ると、そこ縫い目がのとこがにさ、雨が染み込んでいくのよ。ああ、なで、るほどな。そうそう、そこだか溜らまっていくんやね。雨を食らうと、だから次の日がまあ天気良かったとしても、そこに座ったらその縫い目から雨水がこうジューって出てくるのよ。こう、座ったこの、なんかじわっとなっちゃうのそね。うそう、重みでじわって雨じわっ水とながっちゃう。出てく、染み出てくるのよ。それほんいいや。で、だからもう、場合によっちゃほんまズボン、
にバーって水濡れて、パンツまで行ってまうときあるのよ。で、出勤のときやで。出勤の時な、それ嫌やね。ちょいパンツ濡れで仕事始まるわけ。ちょっとべちゃっとした状態で、ね、自で然も、乾燥を待ちながら、こう、そう何、そうそう。仕事しなあかんねやろ？それは嫌やね。だからその、履いていったジーパンとかはさ、出勤して、まあ、ロッカーで着替えて、別に、かけとくからええやんか、別に。まあね。でも、パンツまで濡れてる場合は、そのまま制服のズボン履くから、結局、パンツ濡れてる状態なわけよ。まあ、ズボンもちょっと気持ち、ね、染みちゃうみたいな状態ってことでしょ？要は、それなると。で、それをさ、俺、すごい嫌やなーって思ってて。むちゃくちゃ変わってるやろ、俺。どういうこと？濡れてるのが濡れて嫌やる。な、嫌やなっての俺が思っ嫌て。やってんのが？だから仕事スタートやで、ね。仕事スタートしましたと。その時点でもういきなりパンツ濡れてんのよ。濡れてるよ。それは俺すごい嫌やなって思っちゃってたんよ。むちゃくちゃ変わってない俺。いや、いや、なんでやねん。全然普通よ。いや、ちゃうやん。だって、2回聞いたけど、やっぱ普通やもん、それって。じゃあ、パンツ濡予れ感がて、確信に変わってるよね。パンツ濡れてるのも、じゃあ、何がそんな嫌なんてさ、俺はいいから冷静になって考えてみたい。冷静。たまたまその、買った時に乾いとっただけやろと。いや、服って買うと、服は売ってる時点で、それ乾いとんねん。俺はね、おかしくなってしまってない。いつの間にか、そのパンツが乾いてることが当たり前や、思って。いや、当たり前やねん。それなんいや、で、服って乾かして使うねん、あれ。ちゃうって、なんで乾いてるのが当たり前やって思ってしまったのかって、俺ちょっと、一個ちょっとその、きっかけあったんや。だからその、結局購入した時に濡れてなかったかね。たっいや、た当たそりれだ前。け。たっいや、た当たそれだりけの、たったそれだけのことで、前。いや、俺たったは、のことそうでね、いう常識に些細なこ縛とらやれねんて、みたいに言いからすなよ。そんな些細なことのようにな。がんじがらめになってモテてん、俺はもう価値観が。全然がんじがらめられてないよ。いや、だから、普最通初よ。の時点でさ、濡れパンツですって売ってたらさ、濡れパンツですなんか誰も買わへんって。じゃあさ、別にそれが濡れようと。いや、まあ、濡れパンツやったなってなるよ。なんで、最初から濡らす必要があるんだよ、それも。だから、俺すごい、だからおい。俺はもう、ちっちゃい世界で生きとったなと思って。パンツ濡れて嫌や。それは、心がす広ごいいことになるのかな、これって。世界が狭い。パンツ濡れて嫌いや、なのは世界が狭い。世界が広く見えてることになるのかな。俺、冷静に考えてその答えに至ってることの方がめちゃめちゃ怖いんやけど。冷静にそれ何言ってんねやろ、この人っていう方のでかいんだけどな。いや、そら、いや、だって、いいねやん。だってさ、そう、湿ってんのって基本嫌じゃない？なんでえ、よ。その、いや、嫌やろ。いや、だってさ、ベタベタしてんねんで。いや、例えば、ただ、6月とかって湿気多いやん。多雨、い多い。梅雨やから。というやつね。だから髪の毛とかもさ、ベタっとするやん。で、髪型僕はありませんけど、そのなんかセットしてもすぐ落ちるとかさ、で、なんか、まとわりつく感じがするとかさ、アセットで。で、嫌、で、そ、で、あ、それ嫌っていう人いるやん。で、それをね、最初から髪の毛が乾いてるなんて思ってることの方がおかしいよっていう人いたらさ、もうちょっと、ってなると俺思うんやけど、それってどうなの？それって快適じゃないってことよ。不快感ってあるじゃん。山田さん、あれ、最近ちょっと変な本読んだ？変な本読んでない。ご心配していただいてありがたいんだけど、してない、してない。あるじゃない。そういうなんか、なんていうのかな。不必要な、不必要にさ、なんか湿ってるものを身につけたことで起こる不快感って俺、あると思うんだよ。でもその、不快感って、
いや、まあ、その髪の毛とかってなるとさ、まあ、なんか、意味わからへんけどさ。なんでやん おい、意味だけはわかるよ、そういう時。意味だけは絶対伝わるよ。ことパンツに関してはさ、だからパンツ、その、濡れてるのが嫌っていう、思ってる自分って、なんなんやろな。普通やろ待って、それこそちょっと逆に聞きたいけど、さっき変な本読んだか 大丈夫か？変な濡れてる本読んだんかな、俺。変な濡れてる本読んだやろ。変な濡れてる 思想の強い濡れ本読んだやろ。思想の強い。いや、本だってさ、別に濡れててもええやん。いや、ページめくりにくいやんけ。それはだからね、もう、世界が狭い。いや、ちゃうよ。いや、世そ界れがは山狭上かさろうんがが広かろうめがく関りや係すないよ。乾いてる本ばっかり読んでたってだけ。いや、そら、いや、そら、選ぶよ。仮にその、新感覚、しっとり濡れ本って売られても、ページめくりにくそうって思って、その、乾いた本普通に買うよ。俺は。でもね、俺じゃあね、ほんま思ったのがね、みんな、雨の日ってさ、テンション下がるやん。どうしても。特になんかこう出かけ、どうしてもまあ仕事に限らず、なんかこう出かけなあかん用事があるときに、うわ、雨やんってなるやん。それなんでか、なんで雨が嫌やって思うかって言ったら、やっぱ濡れるからっていうのが絶対頭にある。それは絶わ対かる。ね。絶対ね。それはそう。例えばお気に入りの靴がとかさ、そう、足元が濡れてとかさ、こう、ぐちゃになるの嫌や。嫌やろ？着ていこう思っていや。た、コートが濡れちゃうとか。な、う、のちゃうとか。その時の、裏技。教え裏たろ。技？で、山さん朝起きるわな。もう大事な予定や。もう今日デートや、デート。デート。大事よ、大事よ。今日ら着ていくよね。まあ、二回目ぐらいのデートやな。回数は分からんけど。で、うわ、雨やわ。まず、じゃちょっとその人ちょっとテンション上がるで、下がるね。下がるやろ。じゃまず、風呂沸かす。風呂、夕晴れ、夕。夕張った？お湯を張るのか？夕張った？言い張ったよ。ほんなら、まあ、整ったよ。ほんなら、ちゃんとその、ね、着ていこう思ってた服に着替えろ。着替える。着替えちゃうんだ、まあ。服着替えんの？着替える、もう着て、脱ぐもう、んじゃなくて。脱ぐんじゃ、着るね、もうその、着ていくやつに。靴も履いて。靴も履く？履くね。で、その溜まった湯船にザボーンや。じゃあ、もう、雨降ってても別に濡れるとかもう関係ないやん。ちょっと怖い。この人怖もう、いや、もう、だっだから。て、濡れるストレスないやん、もう。もう、それ以降。いや、ちゃうよ。その前に、むしろお気に乾い入りのていく。服を。まず、むしろ、濡れるストレスゼロ。乾いていく喜びあり。いや、ちょっと待って。どうした？何や？なんか悩いや、じんゃでんのか？悩んでんのか？悩んでるよ。ほな、友達がわかるわからんこと言い出してんねんから、それ悩むよ。なんて言ったらいいかわからんわ。濡れるストレスゼロじゃなくて、もうまず、分かっていながら濡らしてるストレスがでかいわ、それやったら。もう分かっ、めっちゃ濡れて、こっから乾かすん時間かかるの分かってるけど、濡らしに行くストレス倍よ。多分本来雨で濡れる。雨ではちょっとお気に入りのやつ、ちょっとなんか濡れちゃったわ、よりも倍よ。で、しかもさ、そんなんしてみーさ。それでさ、お、もうこれでもう、もともとこんなも全身もびしょ濡れなんだから、もう雨に濡れたところで、もうそのダメージなんかもうゼロやんみたいな。要はそのもう、なんていうの？その、めっちゃ怪我した後でさ、その後すり傷作ろうが、指ちょっとなんか紙で切ろうが、いや、もともと俺大怪我してるから全然痛くないっす、言うてんのと一緒や。それでさ、もうびしょ濡れの状態でさ、傘さしてやで。
ね、ほんでさ、デート現場行こうや。彼女さ、この人傘さしてんのにめちゃめちゃびちょびちょやんってなって、この人どう移動したんやっていうさ、もう怖くこの人ってなってデートうまくいかへんよ。もう下立ってんねんから。もう、いや、それはだってその、足音がジュブジュブ言うとるよ。徐々言うとるだろうな。でも、それはでもその、うわ、この人って思う女の子がちょっと変わった子なんじゃお前が変わっとるからだろ。おい、向こうのせいにするな。そう何か。も向こう悪くないよ。そうかな。どうよ。まあ、やっぱだからあれか、乾いてるに越したことはないんか。いや、そ結れは当た局。り前よ。だって今着てる服だってさ、今乾いてるんでしょ？乾いてるな。だろ？今それさ、もしかしたら明日雨降るかもしれんから今のうちに濡らしとこうってな、せえへん。ってしてないとおかしいよ、それやったら。もし明日が雨やったらね。で、明日もし雪降るんやったらさ、もう前もってさ、もう雪玉とか作って奥に向かって、ってこう、ビャってこう、テロ雪合戦みたいなことをしてないとさ、成立しないじゃん、そじゃのあ持論が。明日雪降る場合のじゃあ裏技教えたのか。もう何？まあ、ただ、もう明日着ていく服をまず、まあ、濡らすわな。まずそこもう、は、慣れたわ。そこは、まあ、最初な。まず濡らしたら、受け入れるわ、で、それは。もうそのまま、冷凍庫入れちゃおう。服、明お前、日着ていく、靴下も、どう？あ、靴、靴、ブー靴ツも、も？靴、ブーツ靴、も？ブーツも、マフラーも全部濡らして、で、冷凍庫入れてまおう。入れ、これもう、多分朝起きた頃にはカチコチや。濡らして、冷凍庫入れたらもうこれカチコチ。まあまあ、ガチ年こちようよ。よ。で？だから、それ、こう、ガチ、ギチギチギチ言いながら切ったらええやん。寒いね。寒いけど。で、溶かさなあかんやんいや、け。それででも外出て雪降ってても、もうなんとも思わん。いや、多分やで。普通の乾いた服着て、雪とか雨とか当たるダメージと、もうその濡らし、前もって濡らすとか凍らした服着て、受けるダメージって多分後者の方が圧倒的にでかいと思うんやけど、俺耐えられると思うねん。その乾いた服で雨濡れてて、まあ濡れたんって言っても、まあこのストレスと、もうザバーンって濡らして、行ってきまーって言って、ちょっと濡れたわ、もうな、雨濡れてもうたーの時のこのダメージ。もう多分、火じゃないと思うんやけど。